で今度は今お話したパラグラフですね。でパラグラフっていうのがこれ本当に言うとものすごく重要、一番基礎をなすような、ところで、英語圏ではパラグラフライティングっていう一つのスキル、になってます。でこういうトレーニングをアメリカの小学校とかなんとかだと結構徹底的にやるんですよ。でね、オバマ大統領とかスティーブ・ジョブズとか、要は演説がうまい、分かりやすい、ね、もちろんね、彼らはもちろん頭いい人たちだからっていうのももちろんあるんですけども、でも基本的なやっぱりこういうトレーニングを受けてるかどうかっていうところがすごく違うんですね。で日本の政治家はもうはっきり言えば何が言いたいのかよくわからんっていう人が多いですよね。で人たち別にね頭悪いわけでもないし何アイデア持ってないわけでもないんだけど、やっぱり一つ、まあ、これがもちろんね全部の理由じゃないですよ、けども一つの理由はそういうなんていうかこうアウトラインを並べて話すとか先に結論を示すとかっていう習慣とかトレーニングで、それがないとやっぱり分かりにくいものになってしまうんです。でまあパラグラフに入りますけども、パラグラフっていうのは今言ったようにこういう、まあ、日本語で言うと意味段落、一つの意味のまとまりで一つのトピックがあることで、パラグラフっていうのも普通はこういくつもつながっていくわけですけども、そのトピックを取り出すと意味が流れるアウトラインになると、そういうものですね。で今度パラグラフ一個一個の中でどういう構造になっているかっていうことなんですけど、これも非常に重要なんですね。でパラグラフの場合、まあ、こういうふうに、まあ複数の文ですね、センテンス、文章を構成するの最小の単位っていうのはもちろん単語、ワードですよね、なわけですけども、単語だけ一個一個見てたって意味なさないわけで、でいわゆるセンテンスっていわれる 文ですねになって初めて主語述語があって意味を持つものになるわけですけども、そういうセンテンスで構成されているのがパラグラフになります。でこの中で、どういう構造になっているかっていうと、どこかにさっき言ったトピックを示すセンテンス、文章がないといけないです。それがないと結局これ一体このパラグラフでは一体何が言いたいの、このパラグラフの存在価値は何なのということになってしまいますから、アウトラインとして使える一番重要な言いたいことが入っているセンテンス、これまあさっきも言ったトピックというのがあるんですけども、そのセンテンスのことをトピックセンテンスと言います。これ該当する日本語がないんで、なんだ、カタカナのまま使ってるんですけども、トピックセンテンスっていうものが、パラグラフの中には必ずないといけません。このパラグラフの存在意義っていうのは全部このトピックセンテンスにかかっているからです。でこれが設定できないようなパラグラフは何でも言うんですけど、文学は別ですよ、文学は別ですけども、レポートとか論文とかプロポーザルとかっていうような文章の場合には必ずトピックセンテンスが入るというふうに、考えてください。でそれ以外に、まあ、文章いろいろあるんですけども、先ほど、アウトラインを例を示したときに日本の、企業が規制によって守られちゃうっていうのをトピックだとすると、今度それを、説明するっていうか証明するため の, 例を示さないと説得性が薄いですよね。だからその例として、例えば薬品業界だったらこうだとか農業の分野ではこうだとかっていう
というのを書いていくわけですけども、それはあの今言った日本の業界が守られたっていうトピックをあのサポートするためのセンテンス文章というのです。だからそういう意味で、サポートセンテンスっていうふうに呼ばれます。サポートセンテンス、あるいはサポーティングセンテンス、サポーティングセンテンス、そういうふうに呼ばれます。で、重要なのはまあこの、2つですね。この2つがあの揃っていれば一応あの言いたいことは分かって、あのそれの裏付けも示されるということであるわけです。で、あともう2つ、よく見かけるのが、セカンドセンテンスっていうのですね。セカンドセンテンスっていうのはちょっとその前に、トピックセンテンスっていうのは、ほとんどルールとしてパラグラフの一番前に置かれます。でこれもさっき言いましたその序論本論結論で先に答えを書いちゃっていたのも全く同じで、言いたいことはパラグラフの一番最初に書きます。でそこが日本の文書作法と違うことですね。日本の文書作法は先に事例とかを出して、だからこうだみたいな書き方するんですよ。だからそれどういう構造になってるかというと、トピックセンテンスが一番後ろに来ちゃうんです。でそうなると結局読み手はあのなんだっけ、全部読まないとこのパラグラフで言いたいことは何かっていうそのアウトラインを掴むのに時間がかかっちゃうんです。で逆にそのトピックセンテンスが一番最初に書かれてたら、あこのパラグラフで言いたいことはこれねと、ふむふむ、じゃあちょっとそのなんでこういうことが本当に言えるかとかっていうのを見てみようっていうんで、そのままスーッとここを読んでいけるわけです。トピックセンテンスっていうのはほとんどの場合ここに書きます。もちろん場合によってはここにね、その前のパラグラフとつなぐための簡単な言葉が入ったりとかなんとかっていうことはもちろんありますけども、あのトピックセンテンスは、パラグラフの一番最初に、書くっていうのがあのルールっていうか、まあ、黄金律っていうか、常識というか、あのとにかく特に対外的にレポートを出さなきゃいけない場合には守れなきゃいけないことですね。で日本でもやってみれば分かりますけど、こういう構造にするとあの非常に分かりやすくなります文章が。でセカンドセンテンスっていうのはこのセカンドって2番目っていう意味だからもちろんそうですけど、この後につながるものですけども、これは要するにあの合ったりなかったりあの絶対言わなきゃいけないものではなくて、あのこの今からこれについて説明しますよとか、そういうトピックセンテンスとあの他のサポーティングセンテンスの間をうまくつなぐために入れる一言がセカンドセンテンス。でもう一つコンクルーディングセンテンスって言うんですけども、これは要するに結論を述べるっていうセンテンスにあたるわけですけども、あのまあトピックセンテンスをあの繰り返したり、あるいはあのここのサポーティングセンテンスで言ってきたことをこれもあとちょっと言いますけども、あのもう少しこうまとめる一言まとめたりとかするような機能だから、トピックセンテンスとかなり、重なる内容のものです。でもちろんパラグラフが短い場合とかなんとかにはあまりこのコンクルーディングセンテンスでトピックセンテンスと同じこと書くとしつこいですから、あの落とされる場合もあります。だからトピックセンテンス、サポーティングセンテンスっていうのは落とせません。でもあのセカンドセンテンスとかコンクルーディングセンテンスっていうのはケースバイケースで、特にここのパラグラフのこの内容とかがあの大きくなってしまった場合にはやっぱりもう一回最後であのコンクルーディングセンテンスであのトピックをもう一回あの念押ししておくと分かりやすくなるんですね。ただそれはどっちかというともうあの、ルールというよりはその場の判断であのしつこくならないかとか、まあ、要するに読みやすさを助けるっていうことで考えてあのつけるかどうかを考えればいいと思います。でそういうふうなあの構造になってるわけですね。
いいですか。で、重要なのを繰り返しますけども、一つの意味段落、日本語で言うと意味段落ですけど、パラグラフっていうのは必ず一つのトピックを持っている。で、そのトピックを表す、文章がトピックセンテンスって言われるものです。それが一番重要な、このパラグラフの中で言いたいことになるわけですけども、それはパラグラフの頭に置く。で、特に理由がない限りはこれは守らないといけません。トピックは必ず頭に置く。で、前回だったか前々回だったか、この講座をやった時にやはりオランダかどっかに留学したっていう経験のある人がいて、で、要するに海外の大学院とか行ってるとむちゃくちゃ文献を読まされるんですよね。で、時間がないし外国にも慣れてないんだけど、とにかくもう大量に読み越さなきゃいけないっていうんで、とてもじゃないけどできないって言って、その人は担当の教官に相談したんだそうですね。そうしたら時間がないとか読み切れないときはパラグラフの頭だけずっと追って読みなさいっていうふうに言われたんだそうです。で、それなぜかっていうと、欧米で書かれるそういう文章ほとんどは今言ったそのパラグラフライティングのルールにのっとってるんで、そのパラグラフの最初の一文を読むと何を言いたいかは分かる。だからそれをずっと追っていくと、そのレポート論文のアウトラインが終えるわけです。で、そういう構造になってるわけですね。で、それはもうだから約束事としてそうなってますから、もちろんね、法律決まってるとかどっかのね、機関がそれを決めてるとかそういうものじゃないですよ。でも今までの、要するに歴史の中でそういうふうに書くものっていうふうにされてるわけです。だからそれに従って書いていれば間違いないということです。で、逆にそれを外してトピックセンテンスを日本式に先に書いちゃうと、ね、先に、ね、まず自動車業界の事例を見てみようとかって言われて、で、自動車業界について論じるのかと思ったら日本の規制のことが結論だったとかね、そうなると非常に追いにくいわけですよ。で、先に言いたいことを打ち出して、で、それを読み手に追ってもらうようにするっていうのがルールですね。で、そういう形でパラグラフを構成していくというんです。で、新聞なんかは実際確認していただくと分かりますけど、一番時間がない人はこうタイトルを読むだけで、タイトルを読んでそれ以上読み進むかどうかっていうのを決めますよね。で、その次 の書き始めの一文でやっぱりその記事で何が書いてあるかっていう短いのがまとめて書いてあります。で、そこまで読んで飛ばすのか、さらに読むのかっていうのを読者が判断できるようなスタイルになっています。だから基本的にそれと同じだと考えてください。だからここのパラグラフで言いたいのは何かっていうことを先に提示して読者を助けるということですね。で、それが非常に重要になります。